すべてがでかくなる新しい SNS。デッカデッカーが挑戦的すぎるというのを見ていきたいと思います。皆さん SNS をやってるでしょうか？まあ、有名な SNS として Twitter がね、あるんですが、Twitter もね、イーロン・マスクさんがやってきてから、まあ、いろいろね、変わったりして、さらに最近、Twitter 社がイーロン・マスクさんの保有している X という企業と合併して、企業としての Twitter 社が消滅したというね、ニュースも出ているんですが、まあ、そういった感じで、もし Twitter がなくなったら、ということで、Twitter に代わる移住先のね、SNS を探す人も出てきているんですが、そんな中、こちらですね、なんか凄そうな SNS が出てきたぞと。ということで、こちら、デッカデッカーですね。こちらの SNS、あなたのデカいねを加速させます。という SNS だそうで、デカいねってなんだと思うんですが、まあね、早速ね、登録してみましょう。こちらね、新規登録の画面ですね。まあメールとパスワードと名前を入力するんですが、メール、過去適当でも入れる。ということで、適当はダメなんじゃないかなと思うんですが、まあ適当にね、メールを入れて、パスワードも、カッコ、適当でいいけど使い回しは危ない。ということで、パスワードの使い回しの危険性をね、教えてくれていますね。で、お名前、適当でも入れる。ということで、まあ、名前も適当に入れるんですが、こちら、サーバー代1ヶ月分しか支払わないので、1ヶ月後に差し押します。ということで、このね、新しい SNS、デッカデッカ、この4月にね、登場したんですが、もう1ヶ月で差し押するそうですね。サーバー代は1ヶ月分しか支払わないそうです。ちなみに、デッカデッカでは、アカウントではなく、デカウントというそうですね。まあ、適当にね、メアドとパスワードと名前を入れて、アカウント、失礼。デカウントを作ったんですが、こちらですね。まあ、デッカデッカ、その名の通り、いろんなものがね、でかくなるそうで、デッカデッカ始めてみました。とね、投稿したんですが、このように、文字が大きくなってしまって、枠からね、はみ出て、ちょっと端の文字がね、見えなくなってしまうんですね。まあ、どうやら作った人によると、フォントサイズは最大しか選べないそうで、文字数制限は実質ないそうなんですが、タイムラインからオーバーフローした部分は、誰も読めないそうで、各々が文字数を加減しないといけないそうですね。で、SNS ではね、他の人の投稿に対して、いいねとか押せるんですが、このデッカデッカは、いいねではなくて、でかいねを押せるそうで、こちらですね、でかいねボタンを押すと、1でかいねを送ることができるんですね。で、まあ画面上部には、5月7日0時、差し押と書いています。もうこれはね、決定事項みたいですね。まあ、じゃあちょっとね、長めの文章を投稿してみましょう。適当にね、ネットで、クレヨンしんちゃんの野原ひろしのね、長めの名言をコピってきたので、ひろしの画像と一緒に投稿してみましょう。ちなみにツイッターではね、投稿のことをツイートと言いますが、デッカデッカは投稿のことをデカすぎというみたいですね。さらにツイッターで言うツイートするが、デッカデッカではドデカく投稿ですね。まあ、でかくなりますからね。ドデカく投稿すると、このように、やっぱり文字のね、フォントが最大なんで、画面にね、収まりきりませんね。まあ、文字がね、切れてしまっているんですが、まあ、下にね、スクロールすれば、右の切れてるとこ以外は見れる。といった感じですね。さらにこちらですね。こちらが、デッカデッカーの公式イメージキャラクター、デカウント。だそうで、いや、でかいですね。もう公式イメージキャラクターなんで、このね、デッカデッカーで、デカウントと検索すると、もうファンアートがたくさん見れるみたいですね。愛されてますね。さらにどうやら、右上の雷みたいなボタンを押すと、まあおそらくね、でかいねが多い投稿が見れて、まあやっぱりね、イラストが多いですね。もうどのイラストもでかいんで、でかいね押してあげましょう。まあこういった感じでね、でかいけどシンプルな SNS ということで、まあ過去の偉人の名言もね、このようにでかくなっているんですが、まあ運営者の方、メロン22さんというイラストを描かれている方だそうなんですが、この方によると、デッカデッカに投稿した文章がどうして途中で見切れて読めないのかという疑問に対し、SNS の投稿なんて話半分でいい、真剣に読む必要はないという心遣いがあるそうです。さらに、デッカデッカーは、文字がでかい代わりに、目から流れ込む情報量を10分の1以下に抑えているそうで、それでユーザーの脳の負担を軽減する。さらに、メガネなしで画面を目から離しても読める。ということで、ユーザーの目の健康も守る。といった効果があったりなかったりするそうです。さらにどうやら、メロン22さん、コードも書けないそうなんですが、YouTube で情報を漁って、3日でデッカデッカーを作ったそうで、まあ、このデッカデッカー、広告がなくて快適に使えるんですが、どうやら広告の貼り方を YouTube で勉強しなかったから、広告がないそうです。もう YouTube になかったらしょうがないですね。まあ、ということでね、広告費が得られない。ということで、公式キャラクターのデカウントちゃんですね。こちらのグッズを販売していて、支援したい方は、このグッズをね、買ってください。という風になっているそうですね。まあ今、差し押しはね、決定事項っぽいんで、避けられなさそうなんですが、まあ限られた時間だからこそね、輝くのかもしれませんね。まあそんなデッカデッカなんですが、どうやら、アメリカだったり、ブラジル、オーストラリアだったり、あとアラブ首長国連邦だったりからもアクセスがあるそうで、もうグローバルなユーザーもいるみたいですね。といった感じで、デカめの SNS、デッカデッカなんですが、まあデカいのが好きな人にとっては嬉しい SNS かもしれませんね。デカいイラストもね、たくさん流れていたんで、デカいのが好きな人は、差し押しのね、5月7日までに利用してみてはいかがでしょうか。デカいのがね、そこまで好きじゃない人も利用してみたらね、デカフェチになるかもしれません。新しい扉をね、開けてみてはいかがでしょうか。以上です。